えー、メンバーのメタバースについて具体的にお話を伺いたいですということですね。今、ですねメンバーシップの、えー、2990円のプランでではです、ね、実験的に、えー、オンライン自助会をですね始めています。まあ、将来的にメタバースが一般化した時にですねあの速やかに自助会をですね移行するために始めているというコンセプトでやっております。はい で、具体的にどんなことやってるかっていうとですね、スラックですね。スラックで、その、イメージつかないかもしれないですけど、少人数の 2, 2チャンネルみたいな感じですね。そこで、えっと、まあ、体験を語ったりして、で、みんなでスタンプで、そうだねとかわかるよとかいうスタンプを貼ったりとかしてます。で、質問とかによっては、あの、僕は答えたりもしてますけれど、まあ、そんな感じですね。 大体90人ぐらい今いて、活動してるのが2 30人って感じですね。月1回ぐらいは僕が Zoom でみんなで座談会をやろうとしてますけど、今回、ゴールデンウィーク中も3回か4回ぐらいやったんですよ。あの人数を分けて、1回あたり10人前後になるようにやって、僕と中川さんと、えー、やりました。はい えー、という感じですね。今後もできるだけそういうことをやりたいとは思っています。あと、メンバーの中であの司会ができる人を増やしてですねあの、自分たちでもできるような形にしたいなとは思っておりますね。はい。と、そんな感じです、えー。もし興味があったらお入りください。